いろんなことがあったな。急いで頭の中を整理して。刀を抜く時です、レンジャー。ハンター、まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。彼らはまだ生きている。あなたにはまだ選択の余地がある。トフェとの縁は。レンジャー、私たちは炎の中から誕生した。燃焼はエンマの一生である。始まりと終わりである。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが。あれは私の子。しかし私の炎はすでに弱まっている。なぜ？アイオーンたちが切り開いた道の上に。司令、お前は自分の正体を隠せない。壊滅とは壮麗な瞬間だ。たとえその答えが。答えは重要ではない。重要なのは、虚空の中でも美しい夢は生まれる。わかった。お前はこの世界で最も輝かしく。底知れぬ夢。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは、慈悲や軽蔑が理由ではない。あなたには正直に言おう。遵守は私が進む道ではない。死があなたの長い夢を終わらせること、そして目覚めの世界へと導くこと。私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。私の番。巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、彼は私の性格を知っています。ですがあなたは知らないようなので。今度おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっています。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私なら、あなた。なぜそんなことを。私はよく忘れてしまうから。私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰か。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか。
まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無許もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だがあなたの口からそんな言葉が出るとは思わなかったな。それでこれからどうするつもりだ？あの開拓者はブラックスワンに連れて行かれた。その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。もっと簡単で直接的な手を使い、このいわゆる不可能と呼ばれるものは、まあいい。あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか？残念ですが一言も触れられていません。驚くことでもないな。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか？自分のせいで死んだ者の夢を。答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、だからあなたが羨ましい。そうか、あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。ごめんなさい、あの時そばにいてあげられなくて。現実世界は穏やかだが、みんな落ち込んでいる暇はないぞ。まずは状況を整理しましょう。あ、七死人は今回の件に関与していないと信じています。今思えばあの時の彼の表情は何か隠してるみたいだった。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、それにホタルの件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから。この2つの事件は根本的に性質が違うから。そうだな、彼はあの巡回レンジャーのことをとても気にしている。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。こうなった今、私たちが信用できるのは自分だけね。とにかくまずは情報を集めて、できるだけ多くの可能性を並べてみよう。ただこれだけ多くのことが起こっても、俺たちは遺産の渦の中をぐるぐる回っているだけの気がするな。今回は本格的に名探偵を演じないとね。これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思うの。それにここはファミリーのテリトリー。アベンチュリンさんについてはベルト、あんたの意見を聞かせて。あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は感情と論理の両面において、だが状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くのは悪いことではない。俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。つまり先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。あ、もちろんリスクはあるが。理屈はわかるけど、ここって悪いやつが多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。あんたってダメ、そんな理由認めないんだから。もういい、やっぱりうちがあいつを見張っとく。それじゃアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せるわね。
アベンチュリンはこの結果に満足してるみたい。みんなにも伝えよう。